次あれかな。井上尚弥だと。はいはい、おはようございますということで、さあ本日からですね、奥尻島の方に行きたいと思います。今朝9時なんですけど、あの近くにね、なんかちょっとお散歩できるようなところがあったりとかするっぽいので、そっちの方にちょっと行ってみようかな。では早速向かっていきましょう。あとラッキーピエロもね、食べに行きたいなと思うんで行きましょう。わあ、ホイラワン。いやー、めちゃくちゃいい天気だね今日。これ奥尻島さ、多分むちゃくちゃいい景色だよ今日。やーべー、むちゃくちゃ景色いいじゃん。これは最高だねマジで。やばくない？これはやばいね。あれかな、カモメ島って、カモメ島、カモメ島あれだよね多分ね。超気持ちいいねこの海沿いをのんびりと走るの。あれじゃない、あれ海洋丸じゃないかな、船があるね。あ、すごいわ、船だわね。あー、すごいね。あ、すごいわ。こっち行けるんかな、こっち行ってみようか。よいしょ、ちょっと待ち、ちょっと待っとって。あー、ヨモも行きたいわんよ。ちょっと記念館とか行ってくるわ、待っとって。あへ、あー、かわいそうだわ。これですね、江差し海の駅海洋丸。どこなんだろう記念館って。行ってみようか。ここを出て左に行くと、うわすごいじゃん海洋丸。しかも涼しい、結構江戸幕府が諸外国の海軍に対抗するため、江戸時代末にオランダで作られた軍艦ですって。へえ。座礁沈没した。さあ、こちらやってまいりましたのが海洋丸記念館でございます。海洋丸とはなんじゃらほいという方に簡単にね、説明しますと、江戸幕府が近代化を目的にオランダから購入した軍艦になります。その技術は素晴らしくてですね、新政府軍もこの海洋丸があったらかなりね戦いで苦戦するんじゃないかと言われとったわけでございますが、この江戸の地でね、この江差しっていうところで海洋丸が悪天候で座礁してしまうわけですね。まあこれによってね、新政府軍は言ったら幸運な感じで海洋丸とはそこまでがっつり戦わずに、勝利を収めることができたと、そんな歴史があったわけでございますね。こう来て、で、まあ、修理しながら一気のここで座礁して沈没しちゃったって感じですね。はあ、なるほどね。ご体験の方は体重70キロ以下とさせていただきます。ちょっとこれ乗れないですね。観光かっこいい海洋丸記念館、結構面白かったですね。やっぱ歴史知るとね面白いわ。ただいま、あ、帰ってきたわ。さて、じゃちょっと時間中途半端なんだよね。とりあえずラッキーピエロの方ね行きたいなと思いますね。ラッキーピアノ向かおうか。あへー、出発。あへー、出発だわん。今からはね、ちょっとお腹空いたんでラッキーピエロにね、ちょっと行きたいなと思うんだけど、11時からなんですよ。で、30分以上ね、ちょっと時間が余ってるんで、ちょっと道の駅とかね、寄りつつラッキーピエロの方を目指していこうかな。いやー、ほんと今日晴れすぎてて暑いね、逆にね。
雲一つない快晴なんで、めちゃくちゃ暑いですね。いやー、奥尻いいね。楽しみやな。奥尻とかってさ、ほんと行く機会がそうそうないからさ、パパッと行けるのはいいですね。めっちゃほんとちっちゃいな。超ちっちゃいじゃん。よいしょ、はい、到着。よし、すごっ。海岸行けるじゃん。でも、でもダメよ、海ダメよ。見るだけ、そこで見るだけ、見るだけ。あー行きたいわ。ちょっといいわ。ダメ、あんたもうダメダメ。そうなん、フェリー乗られへんよ。すごい海の匂いや。あ、海の香りだわ。ヨモを呼んでるわよ。海がヨモちゃんを呼んでるわ。あ、行くよ。いいね。待てよ、待てよ。パシャパシャ。はい、お疲れ様でした。バッチリです。よし、すごいね。すごいわね。ほら、あー海だわ。どうも。もう行かないよ。あ、ちょっとだけだわ。海行きたいわ。あ、ダメダメ、行くよ。あ、行くよ。こっち車戻って、待って。そうちょっと待っとってね。ちょっと見てくるわ。では行きましょう。あれ行くわ。最高だわ。さあ、ラッキーピエロに行きまして、父ちゃんご飯食べようかな。あー、ヨモもラッキーピエロ食べたいわ。残念。むちゃくちゃ綺麗じゃん。やば、すげえな。セルフのドライブスルー選手とかあるやん。ああ、ああいう系か。ああいう系だとちょっとダメだね。すごっ、むちゃくちゃでかいじゃん。よいしょ、はい、到着。よっこらせ、行ってくるね。じゃーん、来ました、ラッキーピエロですね。あ、持ち帰りで、持ち帰りですね。もうチャニーズチキンバーガーセット、セットですね。はい、ワンナンバーは1個目お願いします。すごい、こんなあるんだ。お土産ラッキーガラ、じゃあ念願のラッキーピエロ買いましたね。ではこちらの方食べていきます。ただいま。あ、ヨモノだわ。ヨモノラッキーピエロちゃんだわね。違いますよ、ウーロンちゃん。うん、でかっ。こんなでかいの、こんなでかかったっけ。もっとちっちゃいと思ってた。これがチャイニーズチキンバーガーですね。あ、ヨモもチャイニーズチキンバーガー食べるわ。ちゃん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 。はい、お座りは、お座りは、お座り、痛い、よだれが、やだよ、くんじゃねえ。じゃあいただきます。うん、うまっ。ゆっくり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 、そう、しまい。この甘辛だれとマヨネーズの相性、あとねバンズがね、めっちゃうまい。セサミバンズめちゃくちゃうまいっすね。うん、ラッキーピエロっていうのね、これポテトがさ
ミートソースとさ、チーズがかかってるんですよ。あ、うまっ。お腹いっぱいになっちゃう。これ1個で十分だな。だって400円、だって全部で1500円ぐらいでしたよ。セットとこのハンバーガーね、ボリュームとさ値段が釣り合ってね、マジで。これほらよ、もう何の酒これだけ、ね、ゆっくり。じゃあいただきます。ごちそうさまでした。これやばいよ。じゃ行こうか。あへ、行くわ。いやー、ラッキーピエロうますぎたね。もっとちっちゃいと思って2個買っちゃったらさ、完全にミスった。これ1個で十分だわ。さあ、じゃあ今から奥尻島に向かうためにフェリーの方に行きますね。お腹パンパンなんだけど、食べ過ぎた。1時出発でね、12時ぐらいに来てくださいねって言われてるんですけど、まあ、受付したりとかね、あと待ってる間夜もちょっとお散歩したりとか水分補給したりねして、のんびりしていこうかなと思いますね。めちゃくちゃ綺麗じゃん、浜が。やばいな、キラ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 。さて、もうすぐ着きますね。ここか、よいしょ、どこか。でん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 と、ん？こっちでいいんだよね。ちょっと待ってて。よし、フェリー乗りますね。ここでね、どこに行けばいいか分からへんけどね。そうですね、往復で、はい。人はいないです、ペットだけです、はい。じゃーん、もらいましたね。で、今がどこだろう。フェンス、ヤマトン駐車場、多分出て向こうの方に行けってことやな。フェリー止まってるからあっちの方行って言ってたね。よし、じゃあそっちの方向かいますか。よし、で、今がここに移動してからね、よいしょ、フェリー乗り込んでいくからね。ちょっと待って、あ、これですね、多分ね。こんにちは、チケットよろしいですか。はい、はい、到着。 OK、 着いたよ。よし、おいおい、いや、シーシーしとって、あー、ドロドロなる。あ、シーシーだわん、あ、シーシーだわんね。すごっ、あれフェリーだよ。ガラス奥深、往復で5万したけどね。高いけど、まあ一緒にね、一度くらい。あー、いや、もうドロドロなる。君も2人いるんですよ。あ、そうなんすか。そうなの。え、研修は何ですか。これで、これで、これで、そう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 、同じなんすね、ね。細いですか。細いですね。本当ですか。結構こっち体型って言われてますけど、本当に。いや、なんか自分のやつがとっちりしすぎだな、なんか。頑張れよって思い出した。あ、そうなんすね。そうそうそう、よかったね。ちょうど旅してて、あ、そうなんですね、はい、北海道ブラウン。あ、そっかそっか、はい、いいですね。そうなんですよ、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。よかったね、山。よし、行こう。いや、なったか、車なのか。ゴールデン買ってるって、すごいね。ちょっとお水飲んどっか。お水飲む。あったら、お水。いや、もう水いいの。もういい、もういいね。よし、もうすぐお船だよ。
ね、何でしょうかね。今もね、お船だよ。あへ。いやー、フェリーだぜ。これ乗るんだよ。あー、乗りたいわ、早く。すごいわね。ね、チッコミ行ったし、お水も飲んだし、バッチリだね。バッチリだわ。何もないね、大丈夫。もうあんま興味ないね。興味ないね、あんたは。いちいちね、出発やから30分前ぐらいかな、ね、乗り込むのに。もうちょっと待っててね。バックで入るんだ。芝みたいなとこも全部こうやって運搬せなあかんのな。うちらもバックで入るんかな。なかなか難しいわね。ねえ、バックで入るからな。
よ。下でこの人って悲しいわね。今回やってまいりました奥尻島でございます。北海道南西部の日本海上に浮かぶ島になっておりまして、北方領土を除くと北海道で2番目に大きい島になっているわけですね。人口は2420人、ウニ、アワビ、ホッケ、そしてワインが有名となっています。さあ、この奥尻島を2日間たっぷりと楽しんでいきますよんと。さあ、ついに奥尻に上陸しました。まあ、今日はねもうほとんど遊びに行ったりもできないぐらいの、もう今3時過ぎやからね。あれやば、あれだね、なんだっけ、鍋つる岩か、あんなんなんだ。あー、ここで見れるんだね。まあ明日見てもいいね。ほぼ見たようなもんやけどうわー、超綺麗な、やばいね、道がすごい狭いね。車2台ギリギリって感じだな。ここでこう通行止めになっちゃうんだね。ここで雨とか降ったら。はあ、すごいですな。めちゃ綺麗じゃん、やば。あ、ここじゃん DCM。 ちょっと寄ってみようか。よいしょ。ここでね、なんかご飯とか買えるらしいよ。よし、ちょっと行ってくるわ、待っとって。DCM やねんけど、ここでスーパーみたいにね、なんかいろいろ買えるらしいですよ。すご。ただ今、あれ、大ちゃん来た。あんまりさ、売ってなかった。ヨモちゃんとか、大豆がさ、食べれるように、なんかほんと、アメリカ産のお肉とかやからさ。うん、すぐにや。父ちゃんもなんかご飯食べに行ってくるわ。せっかくだからな。うん、その方がいいかもしれん。だからお風呂だけ行っちゃおうかな、先に。こっちでね、せっかくだったらご飯食べに行った方が多分いいかも。あー、ヨモも食べに行きたいわ。ね、一緒に行けたらいいんだけどね。せっかくなんでね、ご飯とか食べに行ってみようかな。お寿司屋さんとかさ、そういうの。だいぶ都会だね、この辺は。ねえ。
店とか家がいっぱいある。信号もあるし。駐車場どこだろうね。ここか。はい、到着。津波被害があった時に結構亡くなった方とかいたみたいで、慰霊碑があるみたいなんで、あれかすごいな。すごいね。やばいね。むちゃくちゃ気持ちいい。すごい。ちょっと津波感行ってくるわ。父ちゃん。大豆。ね。アミちゃん戻ってきたよ。あれ。戻ってきたわ。あ、戻ってきたにゃね。なんかいっぱい戻ってきたにゃ。あ、捕まってきたにゃ。はい。ちょっと待ってて。すぐ帰ってくるで。津波感行ってみますね。20分から40分ギリって感じだね。さあ今回やってまいりましたのが奥尻島津波感です。奥尻島は1993年に発生したマグニチュード 7.8 の大規模な地震で津波が発生して島全体で約200人の方が亡くなられたという歴史があるわけですね。もともと地震対策とかしてたわけなんですけど、その想定以上の津波被害がありまして、日本の災害対策の見直しを促すきっかけにもなったと言われているそうです。地震が発生した約5年後の1998年には主要なインフラの復旧が完了し、2000年代初頭には今のような形が戻ってきたという感じですね。やばいね。1993年7月12日。いや、津波いいか。いや、これ結構見応えありましたね。いや、そしたらちょっとご飯食べに行きつつ、お風呂だね。お風呂していこうかなと思います。ただいま。よし、もう5時だわ。ちょっとお風呂行くわ、父ちゃん。向こうついたんで、ヨムちゃんがご飯食べてね。あへー。いやー、本当に奥尻はめちゃくちゃのどかでいいですね。ポワンカとか自由に散歩しとる。ではとりあえずお風呂行きましょう。5時にだね、到着予定が。うわー、めっちゃ綺麗じゃん。ちょっと見えにくいかな。景色がね、すごい綺麗ですね。でこっち行った空港なんだ。あー、綺麗だわね。やば、
まぶしい、海に反射してまぶしいわ。すごい、夕日に照らされながら見る海は最高やね。最高だわね。この岩とか山、これすごいな。うわー、でけー。さあもう着くよ。ここが温泉だね。はい、到着。少々お待ちを。あ、お疲れさんね、大ちゃん。もうええで。ほら。はい、よもも。お疲れ。あ、よもちゃんもカリカリしかないわ。かわいそうだわね。スーパーでね、売ってなかったんだわ。もう、ごめんね。どうぞ。カリカリね。あー、かわいそうだわね、ヨモちゃん。こんなものしかもらえないなんて、なんでわざわざ奥新島に来てこんなものしかないわ。あー、最悪だわね。ヨモちゃんだけだわ、こんなかわいそうなワンちゃんは。間違いないにゃ、かわいそうだにゃ。あー、もう豚は臭いから、早く風呂入ってくるから臭いな。お前は心まで腐ってるから臭いわね。間違いないにゃ、臭い豚だにゃ。ああ、飯がまずくなるからよもぎの前からさっさと消えるわ。ちょっと薄暗いから大丈夫か。ちょっとあの、父ちゃんお風呂行ってくるんでね。よいしょ、さっさと行ってくるで、待ってて。あ、へ、バイバイだわ。バイバイだにゃ。ではこの温泉行ってきますね。カムイワキ温泉。わ、展望浴場貸し切りやん、ラッキー。じゃあ入ってきます。あー、さっぱりしたっすね。じゃあ移動していきます。ただいま、止めるよ。あ、涼しいわ。涼しいね。お寿司屋さんがあるんで行ってみるか。この格好で申し訳ないんだけど。わー、夕日が綺麗ね。最高だもんね。ちょ、車止めれたらいいんだけどね。止められなかったら成功マート行こう。いい景色だな。山の合間もそのままバーン。道がガッタガタやねんけど。あー、へー、やばいわ。ガタガタちゃんだわ。よいしょ、ほら、穴ぼこ、穴ぼこぼこ、やば、やばばばば、やばばばば。おー、スーパードラテクで避けていくわ。あ、へー、よし、だいぶ抜けましたね。混ぜてね。着きました。はい、一人で、あのワンちゃんと猫ちゃんと、そう、一緒に。そうなんですよ、仲いますね。その、まあ、撮影今これしてるんですけど、撮影しながらあの北海道旅してるみたいな。すごい、はい、ちょっと待って、はい、ベルリンズで調べてみるわ。そう、うん、したらすぐ出ると思いますね。井上直哉だと思います。自分一のご飯したりされうまっ。お父さんめちゃめちゃ美味しいですね。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。うん。いや、普段あのくら寿司とかっすよ。ああ、いいとこ。いやいや、スシローとか回るお寿司ばっかなんで。全然違うよ。全然違いますね。本当に。うん。
美味しい。ワンコがおるんで自然豊かなところに基本行くみたいな。ありがとうございます。塩辛めっちゃ手作りなんて食うことないから。うん、ナイスナイス。手作りなんですか、お父さんの。すごっ。この塩辛、うん、こんなバキバキって身の硬いの食べたことないし、ナイスナイス。ごちそうさまでした。ああ、全然全然大丈夫。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。これ以上増えてもごちそうさまでした。はい、ちょっとウニ丸行ってきます。ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさまです。双葉寿司さんめちゃくちゃうまいですね。ちょっとヨモちゃんたちがかわいそうなぐらいだけど、あー、ヨモも食べたかったわよ。ごめん、めっちゃ美味しかった。さあ、じゃあここからウニマルキャンプ場に向かいまして、そこでね過ごしていきましょうか。ウニマルキャンプ場ね、なんかあーすげえ、ウニが光ってる、ウニが光ってる。この時期はね、キャンプやる人いないんじゃないかっつって、貸し切りじゃないって言ってたね。ウニマルキャンプ場で書いてある。めちゃくちゃ涼しくね。ね、あれいらんよ。ほら、こっち OK。 うん、水平全然大丈夫じゃん。誰もいないから、おいで。トイレどこなんだろうね。炊事場探しに行こうぜ。うんぴーたわん。わかるかな、星がやべえ、超綺麗なんだけど、やばすごいね、ここね。ね、あへ、エアコンつけてなくて 24.8 度。あ、涼しいにゃ、結構だにゃね。あへ、大変だわね。あ、めでまいにゃ。うんちもおしっこもしたから、あと寝る前で OK やね。あへ。ちょっと電源がさ、これがね、こんな感じ、19% しかないんで、はい、ちょっと少ないんで節電でいきます。あー、心地いいわね。では仕事しますわ。仕事がいっぱいだぜ。何だいちゃん、赤いけどにゃ。ちょっと暗いけどね、電源がさギリギリだから。あ、そこにゃ、それ大変だにゃ。ベランダにゃ、虫がいますにゃ。大丈夫、退治しとくにゃんね。怪獣どこ行ったにゃ。あー、ヨモは眠たいわ。いっぱい遊んだから眠たいわよ。あ、ごめんごめん。びっくりしたね、ごめんごめん。あ、びっくりしたわ。あ、眠たいわ。終わった、眠。おもちゃん終わったよ。眠たいにゃ。寝ようか。ちょっとじゃあトイレ行くわ、ちょっと待ってて。でもあとシーシー行こうね。はい、どうぞ。いいよ、山入って、山入って、はい、よいしょ、はい、上がって、頑張れ、よっこらせ、はい、上がれ上がれ、よっこらしろだわ。よいしょ、よし、うん、待ってよ。よし、オッケー。父ちゃんここで歯磨きするわ。真っ暗やからさ。あへ、便利だね。よいしょ、あ、
リコさん。あへ。行きましょう。涼しいね。まあだって何もかけてなくて22度やで。ああ涼しいわ。窓開けてるだけでね。やばいよね。涼しいわね。おやすみ。おはよう。おはよう。大丈夫、おはよう。涼しい。クーラーかけてへんのに。やばいな。眠っちゃいばいよ。ああ、もうちょっと寝るわ。ああ。いいよ。よいしょ。じゃあちょっとお散歩行ってくるで待っとって。誰もいねえわ今。よいしょ。いいよ。どうも。シシだわ。あへ。父ちゃん顔洗いに行っていい？あダメだわ。誰もいねえから。うんぴだわ。おんぴぴだわよ。あへ。車戻るよ。早くこっち、おいで。車戻るよ。ご飯食べよう。食べるわ。いいよ。車戻って。いやもうごちごちです。そんなとこ行ったか。あへ。戻ってきましたわ。ただいま。いや。ああ足が汚れてる。あ、汚れちゃったわ。汚いね。あ、かゆいね。ちょっと待って、大ちゃん。あ、やめてね。助けてね。何するね。あ、お腹もにゃもにゃやめてね。あ、助けてね。恥ずかしいね。これ、話すね。うるさいね、あんたは。あ、ご飯食べるよ。あんたぶっちゃって起きてくるやん。いつもやったらさ、寝てんのに。待てよ。お手。あ、そんなやってられませんわ。山ちゃん、かわいいから大丈夫だわよ。お前はね。あ、よもいいにゃ。おいしいにゃ。お手で借りていいにゃ。お前には借りていさくでにゃ。いいな。はあ。これね、ちょっと
ほんのり湯気で。はい、完璧。大ちゃん、おはよう。焦げちった。ちょっと焦げちゃった。まあいいや。よし、ではいただきましょう。いただきます。ピーナッツクリームうまっ。海行く。もしかは海行くわ。泳ぐわよ。ちょっと見に行くか海ね。ちょっと父ちゃん用意するわ。ではちょっと洗い物しに行こうかな。父ちゃん、よいしょ。さあ、ね、おいでよ。父ちゃん、ちょっと待っとって。行ってくるで。あにゃ、よし、いいよ。そのまま行って洗い物しよう。めちゃくちゃ綺麗な、最高だわ。山、こっち。ウッピーだわ。やっと戻ってきたかにゃ。何してんにゃ。ただいま。山、おいで。あ、はい。いいよ、じゃあ出て。遊んどいで。ちょっと父ちゃん掃除するわ。シェイトバーガーにゃー。あ、はい、最高だわ。来たね。あへ。シュワシュワ。まあ、しゃあないね。どうも、大ちゃん。どこ遊びに行った？おった。大豆は？大豆は？あれ？下おる？おった。大ちゃん。おいで。あ、注意ね。あにゃ。あにゃじゃない。あ、おいで。いいよ。はい、行こう。少々お待ちを。上乗っとって。いいよ。はい、ありがとう。あひー。大豆、お前すなすなやんけ。あ、ちょっと待っててにゃ。せっかく掃除したのに。お前らすなすななってるか。なんかドロドロなってる。あへ、ちょっとやっちゃいましたわね。あ、大豆はおりこちゃんだにゃ。汚っ。パシャ。はぁ、あ、行こうか。汚っ、お前。汚くなるわよ、横は。ちょっと、遊んでたかけたわ。汚いわ、嫌だわ。出発していきます。
ようございますということで、さあ本日は1日かけて奥尻島を堪能していこうかなと思いますね。わあすごいわね。玉島山っていうこの奥尻を一望できる山があるみたいなんで、そこにね行ってこようかなと思います。鍋つる岩があるね。ちょっと見ていく鍋つる岩ね。よし、ちょっと山行こうか。試してみて。できた。待て、こっち山、こっち。うわすげえ、これが鍋つる岩だって。あすごいわね。下行ったら泳げるのかなこれね。あすごいわ。海わかるかな。やば綺麗なんだけど、これはすごいね。あそこから行けるっぽいけど、どうしようかな。あと後にする。さっき山行こうぜ。これはすごいわ。美しい。あへあへ。あんた今日ちょっと寝てますにゃんね。着いたら起こしてにゃん。はい、ちょっと寝とってください。あへ。お山行くわ。その後海行くわ。ね、ちょっと待っとって。ではこっちでね、玉島山っていうところに行ってみましょう。嬉しいわ。ここはね、なんかめっちゃくちゃ景色いいらしいよ。それはすごいわね。よいしょ、ガッタンゴットンの道をまた行くぜ。あー頑張るわ。おーすげー、あ絶景だわね。これはやばいわよね。え、よしもう着きますね。あと2分、450m。 うわやばやば。じゃあここにね、ほらよいしょ入れといてと。はい、オッケー到着。よし行きましょうか。あーすごいわね。おお、やば。やば。これはやばい。すごいね。の鍋つる岩これだよ。すごい。やば。すごい。かわいい。待てよ。あへー。待てよ。お利口さん。あひ。どうも。よし、はい、こっちこっち、おいで。
シュンシュンにゃ。よしよしよし、待って待ってヨモ、わかったわかった、ちょっと待ってリード引きずっとるで、待って。すごかったねヨモ。あ、すごかったわ。ではこのままサイの河原と行ってみよう。いや、あへーすごいわ。さあ、じゃあ次はサイの河原っていうところにね向かっていきましょう。一番ね島の北側に当たりますね。うわーやば。でも見てあれ景色。あ、やばいわこれ。とんでもない景色だわね。美しい。あ、すごいわね。なあ、よもだいぶ街中に降りてきましたよ。よいしょ。あ、すごいわ。降りてきたわね。これは綺麗な。やばいね。ちょっと寄ってみる。うわーすごいじゃん。え、すごなんかあるな。あ、あそこから行けるんだ。あ、あれなんか神社みたいなやつやな。待てよ。すご超綺麗じゃん。めちゃくちゃ綺麗な。ほらこれ見て、海やばくない？マジでやばいんだけどこれ。あ、信号だ。あ、あった。よーし、着きましたよ。北の岬桜葉だって書いてある。サイの川のここやな。到着しましたよ。やば。あとでここでご飯食べようかね。はい、オッケー、到着。すごっ、これはやばい。これやばくないよ。あとでご飯食べようか。ここでね、超綺麗じゃん。やばい今日。うわやば。めちゃくちゃ綺麗で、やばい絶景だぜ。あ、慰霊碑がある。あ、地震でね亡くなった方のやつやんね。平成5年北海道南西沖地震。ここがサイの河原って言って石がね積み上がってるんですよね。こんな感じで、すごいね。なんかすごいね。はあ。あ、綺麗だわね。
白いね。これは綺麗ね。すごいわ。ちょっと若干早いけど、11時ぐらいなんでゆっくりしてご飯食べていくか。ご飯屋さんやってるかな。ちょっと待っとってね。ちょっと待っとって。涼しいね。ちょっと待っとってご飯聞いてくるわ。こんにちは。どれがなんかお母さんおすすめとかってありますか？あのイカはあるんだけど、イカ刺しはあるよ。あ、じゃあイカ刺し一つと、イカ刺し定食。じゃあそうそうそう、イカ刺しはね、じゃあ単品でもらって。単品、はい、うん。これは下からウニがないから、うん、あとイクラとアワビとかの二色丼なの。あ、それじゃあアワビとイクラと、うん、二色丼で。そうですね。じゃあそれでいいですか？以上で。このあの二色丼はね、うん、いろんな野菜、あのサラダとか、はいはいはい、漬物とかいろんなのつきますからね。あ、そうなんですね。わ、うん、かりました。じゃあそれと、はい、いいですか？はい。じゃあ単品で。うん、単品で。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ。じゃあゆっくりしてください。はい、ゆっくりしていきます。はい、はい、お願いします。名前なんていうの、それぞれ。ワンちゃん、うん、ワンちゃんがね、よもぎって言います。よもぎ、そうで、猫ちゃんが大豆って言う。大豆、そう、大豆、大豆によもぎ、そう、よもぎ、本当。はい、お願いします。よもちゃん、残念、ないでちゅう。あ、かわいそうだわ。ノンアル、いただきます。うまっ、うまっ。あ、気持ちいいね、ここ最高だにゃね。なあ、大ちゃん。あー、うろうろしろにゃ。あ、大丈夫大丈夫、はい、大丈夫だよ。すいません。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、どうぞ。はい、すいません。ちょっとお尻かぶっちゃった。あ、いや、ごめんなさい。自分が始まってくるわ。あ、ね、そんなんええのに。ほら、すご、豪華だね。イカ刺しと、ほら、アワビとイクラ。あ、すいません。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいただきます。あれ、お水あげようか、いいのに。あ、あるんで大丈夫ですよ。あ、本当、うん、ありがとうございます。いただきます。え、イカ超うまいんだけど。うんうんうん、超絶うめえ。いくら丼、うまっ。うん、ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。ちょっとアイスでも食べようか。ちょっと待ってよ。
おばさん、ごちそうさまでした。あ、すいません、わざわざ。いえいえ。ここってアイスクリームとか売ってるんですか？え、ありますよ。あ、じゃあそれも一緒に。やっぱ8月が一番忙しいですか？そうだ、7月、8月ね。あー、やっぱそこは変ですよね、うん。今回はね、うん、ウニ少なかったんだけど、あの、うんうん、ウニ丼のお客さんすごかったのね。だけど、あのウニが全然ほら、お口少なくて取れる量なかったから、うんうんうん、今度直接ウニ丼っていうのができなくなっちゃって、二食丼に変えてもらったりして。ああ、そうなんですね。うん、はい、よし、はい、どうも、ありがとうございます。はい。これだけね。バニラ。あ、うまいわ。めっちゃうまいんだけど、これ。めっちゃうまい。うん。うめ。よし。美味しかったね。最高だわ。ね。ちょっとお会計してくるね。待っとって。待っとってね。お会計してくるわ。あ、いってらっしゃいだわ。ただいま。はい。よし、行くよ。美味しかったね。最高だったわ。はい、大ちゃんも入って。そう。入って。あ、捕まっちゃったね。はい、残念。行くよ。あへ。ちょっとここ違いましてにゃー、ここで出てきますにゃーねー。あー、楽しかったわ。海行きたいわね。あー、よもぎ海連れて行ってやるにゃーねー。まったくにゃーよー。行きますか。いや、ここのさ、アワビとイクラの二色丼、あとイカ、めちゃくちゃうまかったね。昨日のね、双葉寿司でちょっといただいたイカの塩辛とかもううまかったんですけど、やっぱイカうまいわ、こっち取れるんだろうね。海岸の方でヨモちゃんがね、泳ぎたい泳ぎたいと言ってますんで、泳いでもらいに行きましょう。うわー、海やべー、超綺麗じゃん。うわー、めちゃくちゃ綺麗じゃん。すごい。あ、この時期に来たに結構人が少ないからさ、マジで正解かもしれん。すごい道だね、よもジャングルだもんねえ。わあ、すげえ、いい景色やね。え、なんかおるやん、よも見て、牛、牛おる、牛。牛さんだわん。牛さんだわん。牛がおる。放牧されとる。あー、食べたいわん。すごい。ちっちゃいのか。牛さんだったね。すごい、すごい。あへー。すごいわんね。すげー、これはいいっすね。もう着きますね、あと4キロで着くんで。すごっ。大豆は行く行く、行かないにゃ。寝とく、眠たい。じゃ寝とってもいいよ。あ、あ、ほっとくにゃ、大丈夫、これ寝とくにゃ。ヨモだけ連れててくれ、ちょっと待ってて。はい、行ってくるね。あ、すごいわ、海だわね。よしよし、海だわ、最高だわね。絶対入るよね。あへ、はい、来るわ。はい、よ、最高だわ。すごいな、よ、
かふかやん。いたで。嬉しいわん。魚じゃん。おお。魚が。え、すご。イワシ。ほら。ああ、逃げてた。よかったよかった。泳いどる。水水ジャマン。うわ、波乗りヨモギ。サーファーじゃん。サーファーやん。どうも。お前サーファーじゃん。あ、痛いで。来ましたー、待ってます。うわ、めっちゃおるやん、イワシが。え？え？あ、来た来た。皆さん頑張れ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 、イワシ。でもダメよ、ダメダメダメ。ダメよ、でもやめだって。イワシさん頑張っとるで。ほれダメだって。よもイワシがめっちゃ打ち上がってる。すごっ。いや、出てる。あへえ。どうだわ。ちゃちゃ見たかわ、ヨモの泳ぎ。ヨモすごいわよね。あ、いたで、あ、いたで。でっか、はい、行こう、はい、で、はい、おいで。帰りたくないわん。行くよ。待った？いや、痛いで。レスキューだわん。こちゃん、あそこだわん。ちょっと洗うよ。あへ。はい、待て待て待てよ待てよ待てよ待て待て。もういいよ、入っちゃって。いいよ、自分で入って。そこ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 で、あー、じっとしてじっとして。山伏せ伏せ。そうそうそう、最高だわん。ドロドロになっちゃったわん。終わった。最高だわん。ドロドロですわんよ。よもみんな見てわ、ドロドロだわんよ。よもあー、気持ちよかったわよ。最高だわん。苦しいだわん。よし、じゃあ行くか。
やー疲れましたね。ちょっとガソリンが心もとないんで、さっきガソリン入れに行ってから次のね目的地探そうかなと思いますね。ヨモは疲れたね。あーいっぱい泳いだからもう満足だわね。おーむちゃくちゃ綺麗な、え、こっちの方が海綺麗かったね。ヨモあーミスっちゃったわね。ねえこっちの方がヤバかったわ。むちゃくちゃ綺麗な、あ、ここにも砂浜あったじゃん。え、こんなとこもあるじゃん。これはヤバいね。綺麗、すげえわ。よし、もうすぐガソリンスタンド着きますね。あ、あれだ、ちょっとガソリンだけね入れとくわ。顔なしや。ではちょっと移動しましょうか。あ、へ、行くわ。南の方行ってちょっと走っといで、乾かして。あ、へ、あ、てるてるボートさんですわ。あ、ヨモちょっと待って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 、分かった分かった、ヨモ待って、はい、ヤマガチガチ。はい、ただいま。乾いたね。乾きましたわ。はい。あ、へ。遊んできたかにゃ。うん、遊んできた。乾かしてきた。ね。うん、大丈夫、起きましたにゃ。よしよし、乾いたよ。もさっぱりしましたわ。よし、じゃあちょっとワイナリーの方行ってみるね。父ちゃんついでにお風呂行っちゃおうかな。それ行ってね、ちょっと見に行こう。じゃあ奥尻ワイナリーっていうのがあるからさ、見に行ってみよう。あ、ワイン飲めへんねん父ちゃん。ブドウジュースのアルコール。行ってくるで、待っとって。あ、どこ行くにゃ。あ、ヨモもワイナリー行きたいわ。ちょっと待っとって。ワイナリーっすね。へえ。全種類試飲無料ワインしよう。作ってないかな。ここってワインだけですか、置いてるのは。そうですね。あ、そうなんですね、はい、ノンアルコールみたいなやつはないんですか。そうなんです、今はちょっとアイドルになってます。あ、そうなんですね、はい、あ、わかりました。ここなんか本当ワインしか置いてないらしくて、ブドウジュースとかそういうのなんかあるんかな、ノンアルコールありますかって言ったら、ないですって言ったね。アルコール入ってるとね、僕車なんで飲めないんで諦めました。ただいま。これだわ。ノンアルコールのやつはないんだって。お、あー、ちょっと、はい、到着。少々お待ち。お風呂行ってくるで、待っとって。あー、待てにゃにゃ。待っとって。ないぜ、うるちゃいかいなんたわ。ヤモ、ヤモ、ちょっとお風呂行ってくるで、待っとって。待ってきますわ。あにゃ。少々待ちよ。昨日は2回入ったから1回貸し切りじゃん。ヤモ。では入っていきます。
暮らせ。はい、ただいま。お湯熱かったでしょっつって、あ、一回入ったらめっちゃ熱かったっすねっつったらさ、でしょっつって水入れてねって、めっちゃ熱くてさ、もうマジで10秒ぐらいで出てきちゃった。よいしょ。でこれでね、南をぐるーっと回るような形で、今日のあのウニマルキャンプ場の方に向かいますわ。おお、めちゃくちゃ綺麗だ。止まってるやん、車。ギリ入る。はい、到着。ちょっと待ってて。うん、セコマートです。行きましょう。じゃーん、セコマ。カツ丼じゃなくて違うやつ買ってた。美味しそうすぎて。アイアモだけ。アイアモも。セコマ食べたいわ。残念。大豆。ドン。ドン。でも今日トッピングないからね。残念ながら。いっぱい泳いでたからね。お腹空いたよね。最高だわ。いっぱい食べるわね。あ、これうまいね。最高でやんね。来た。はい、ごちそうさまね。よしよし。お水飲んでき。あー、もっと食べたいわ。ナイちゃん。ナイちゃん、ごめん。ちょっとこっち来て。ごめんごめん。はい、いいよ。これこれ。こっちおいで。そうそうそう。父ちゃんちょっとご飯食べるわ。ごめんね。ああ、食べるにゃんね。カツ丼じゃなくてチキン南蛮にしました。チキン南蛮とサラダがね、これしかなかったんで、サラダとあとフライドチキン、はい、これにしました。あ、かわいそうだわ、ヨモちゃん。ヨモちゃんだけだもんね。なんもないのは。これうまっ。ああ、よくのチキン南蛮だわ。セコマのちょっとカツ丼食べたかったんだけど、チキン南蛮がうまそうすぎてちょっとどうしてもね、食べたくてチキン南蛮にしちゃいました。いや、もうこれカツ丼に飽きたなみたいな人は絶対こっちの方がいいけど、こうたまにしかね、俺食べられへんから。うん、ごちそうさまでした。いや、セコマうまいな、やっぱめっちゃうまいですねさて、じゃあ仕事の前に父ちゃんプリン食べようかな。あー、ヤマちゃんのプリンちゃんだわね。ヤマ、あ、ヤマちゃんのプリンちゃんだわね。はい、お座りは。お座りはそれもうあげへんで。お座り、お座りは。もうこの蓋のクリームだけペロペロしていいよ。これだけね。あ、ペロペロだわ。いただきます。食べに行く。茶碗蒸しみたいな前から。食べることない。
はい、これは。よし。何、大ちゃん。明日行くとこ調べとるったら父ちゃん。あにゃ、しょうかにゃ頑張るにゃね。父ちゃん今仕事してんの。明日行くとこ決めとるんだね。何そんな来て。最悪だね。あ、やめるにゃ。いた。なんで頭突きしてくんの。北海道限定コアップガラナ。甘っ。なんか薬みたいな味する。風邪薬みたいな味がする。コアップガラナ。花もいらないにゃ。あんたもらんにゃ。よしよし。にゃー。海行って疲れたね。あーもう無理じゃわ。仕事がやっと終わりましたね。眠い。あー眠たいわ。じゃあシーシー行こうか。読もう後で。シー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 行く。よし行こうか。いやこっちだって。あシーシーだもん。はい、おいで。入って。はい、入って。さあ、さあ、さあ、おいで。さあ、なおりこさん。よし、OK。ペアチだわ。よいしょ。寝ましょうか。あひ寝るわ。お薬楽しかったね。明日起きたらもうフェリーだよ。あひフェリー乗るわ。そうだよ。寝ようかね。もう目がトローンとしてる。キーパーさんだもんな。眠っちゃうよ。明日早起きやからね。フェリー乗らなあかんか。寝ようか。おやすみ。おはようよも。ああおはようじゃ眠たいわよ。
おはよう。いいよ。山、下降りて。おいで。いいよ、山、降りて。おい。シシして。あ、シシだわ。いや、うんちしたって。はい、山、うんち行っといて。どうぞ。びちゃびちゃや。あ、びちゃびちゃだね。はい、大ちゃんといて。ご飯ね。あ、ご飯じゃね。早くご飯ちょうだいね。あ、何するね。あ、それいいね。はい。あね。山口。あ、それは。はい、どうぞ。わあ、ぶっちだわん。前はね、ああ朝食欲ないけどこれだったらいっぱい食べれるわね。最高だわん。あ、そうだね。あ、いくらでも食べれちゃうにゃんね。まだまだにゃ。あへえ、最高だわ。一緒出なくなっちゃったわ。かわいそうだわね。ヨモちゃんもう食べるもんないわよ。顔洗ってくるで、待っとって。ね。どこ行くにゃ。ちょっと顔洗ってくるね、待っとって。あにゃー、バイバイだにゃ。いや、電気がねえな。ちょっと、よし、じゃあ、まあ用意していくか。電気がすっからかんだな。ちょっと洗い物だけしてくるわ。あ、しーしーだにゃ。おしっこしてますにゃ。あ、すっきりしてんにゃ。あ、大ちゃん、うんちもしてるね。うんちもしましてんにゃよ。すっきりしてんにゃ。あ、セクシー。お口でもセクシー。あ、臭いわ。臭いわ。まず、涼しいね。じゃあ準備していくぜ。みなさん向かうよ。あにゃ。はい、おはよう。あにゃにしろにゃ。さて、じゃあ今からここですね、フェリーですね。フェリー乗り場で、そこまで行って準備してフェリー乗り込んでいくよ。7時に出港やからね。早いわね。今6時です。もうすぐね。なので、向こう行って準備しましょう。はい、おはようございます。さあ、奥尻島楽しかったね、ヤモ。あ、楽しかったわ。今からね、奥尻島を出て北海道の方に戻っていきますんでね、行きましょう。いやー、いいね。めちゃくちゃ爽やかな朝だね。係員さんってどこにおるんだろう。多分ここで合ってるね。これがお薬。じゃあちょっと読もう。準備だけしとくか。な。待って待って待って。鉄棒降りちゃった。おはようございます。
はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ペットの申請書書きましたか？あ、まだ書いてないですね。あ、書いてないですか？はい、かしこまりました。あ、猫、おとなしいっす、かなり。そうなんですよ、おりこちゃんで。じゃーん。じゃあ、ペットの申請書を書いていきます。切符をお持ちですか？はい、あ、はい、大丈夫です。はい、じゃあこれだけお届けします。お願いします。ありがとうございます。オッケー、バッチリっすね。ではちょっと車で待機してフェリーに乗り込んでいきます。ただいま。あー、眠たいわね、ヨモちゃん。かわいい。いやー、眠たいわね。あー、おりこ買ってきては食べたいわよ。待ってね。あー、やめてわ。ちょっとお散歩行こうじゃ。いやもう、お散歩行こうじゃ。せっかくだから。おっぴだわん。おっぴだわん。すごいね。はい、山こっち。はい、お座り。お座りは。さあさあさあ、いいね。ちょっと待ってよ。はい、お疲れさん。すごいね、フェリーだよ。よし、こちらで山、車行くよ。あ、フェリーでにゃ。よし、はい、山。いや、楽しかったですわね。楽しかったにゃんね、お薬。大丈夫、ほぼ寝てたにゃ。な、寝とったな、あんたはね、いっぱい。ねえ、あ、そんなことないね。大事だって大活躍だったね。間違いないわ。ブチャだけだわね、何もしないのは。あ、ヨモちゃんとダイちゃんがいたからなんとかなったけど、ブチャ一人だったらついてたわんよ。よかったわね、ヨモビとダイジがおって。間違いないね。薬離れるよ、ついに。あ、へ、入っていってるね。ペットいる関係上、はい、最後になるかもしれない。ああ、わかりました。止めたら最後です。あ、了解です。ますはい。ワンちゃん、猫ちゃんおるから、あれらしいよ。最後だよ。あへ。なんでヨモが最後だわ。バックで入っていくんだって。
薬。バイバイ。お薬またね。ただいま。おはようございます。船出発したよ。あ、そうかにゃ。お薬バイバイだにゃんね。上陸しましたよ。わあ、すごいわね。ただいまだわん、北海道。お薬とありがとねって。でもバイバイ。バイバイだわ。そして北海道ただいまだわん。また回るわね。フェリーがありますね。よし、じゃあ行きましょう。